今日の御言葉、ヘブル人への手紙2章10節から15節。多くの子たちを栄光に導くために、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して完全なものとされたのは、万物の存在の目的であり、また原因でもある神にふさわしいことであったのです。生徒する方も生徒される者たちも皆一人の方から出ています。それゆえイエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥とせずに、こう言われます。私はあなたの皆を兄弟たちに語り継げ、会衆の中であなたを賛美しよう、また私はこの方に信頼を置くと言い、さらに見よ、私と神が私にくださった子たちと言われます。そういうわけで子たちが皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。イエス様は神であるにもかかわらず、私たちが血と肉を持っているので同じように血と肉を持って地上に来てくださり、そして私たちの罪のために血だらけになりながら十字架にかかって死んでくださって、3日目によみがえられました。イエス様はその十字架によって死を打ち破り、罪を打ち破り、悪魔を打ち破りました。私たちはもう死の奴隷ではありません。私たちを兄弟と呼んでくださるイエス様に栄光と誉れと賛美がよよ限りなくありますように。アーメン。オールフォージーザース。